背骨、肩甲骨、そして骨盤、この3つを整えると謎の体調不良や何をやっても痩せない、そして姿勢が歪んでめちゃくちゃ悪い方でも It's alright! 全部 OK! 割れた腹筋手に入れちゃいましょう。 3、2、1、GO! はい、まず手を90度にします。そこでお尻横に振りながら手を下にパタンと戻して、今度逆のお尻振りながら手をパタン、これを繰り返していきます。これは肩甲骨とそして骨盤を動かすという動作です。どちらもなかなか普段動かしにくい場所になっておりますので、こういう形で一つずつ丁寧にほぐしていきます。こんなゆっくりな動きですが体がポカポカしてきますね。ゆっくりでいいですよ。5、4、3、2、1、3、2、1、GO! はい、次は頭の後ろに手を当てます。そして体を横にぐーっと体側を伸ばしながらお尻を最後に突き出してあげます。顔は前向いて肘は上を向いています。この体勢からまた正面に戻って、でぐーっと体側を伸ばしながら最後お尻をぐっと後ろに突き出していきます。はい、ゆっくり呼吸しながら息を止めないようにしてください。はい、今度逆側、まず体側を伸ばして最後にお尻をグッと突き出します。ゆっくり戻って、5、4、3、2、1、もう一回いけるかな。お尻突き出して、3、2、1、GO! はい、今度は手を斜め45度に上げます。この体勢からお尻を振りながら肩甲骨を寄せていく。戻して、今度逆側、お尻を振りながら肩甲骨を寄せていきます。本当に今日やってる動きっていうのはこんなにスローなのになんでここまで汗が出るんだろうと不思議になると思いますが、それだけ背骨や肩甲骨、骨盤をしっかり使うとこんだけ筋肉に効いてくると。なぜならばたくさんの筋肉が付着している関節を動かしているので非常に効果的で効率的だからです。はい、今度は前に手を出してこういう感じですね。肘90度になっています。肘90度になっているところから上に下に動かしていくんですが、上下上下、お尻もしっかりと横に突き出す。で、この手の動きなかなか難しいと思うんですね。下までなかなか下がらないという人もいるかと思いますが、自分のできる可動域の範囲内で行ってください。下上5、4、3、2、1、3、2、1、GO! 肘曲げてうほっと胸を突き出す感じ。うほう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 、肩甲骨を寄せて開いて寄せて開いてです。うほう
おお、開いて、うお、閉じる、開く、閉じる、開く。この時にお尻も横に振って、うお、うん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 、うお。さあ、あと10秒うほりましょう。うほ、はい、うほ、ファイブ、お尻大きく、スリー、ツー、ワン、スリー、ツー、ワン、ゴー。はい、今度は肩甲骨を開いた状態ですね。肩甲骨を開いた状態で指と指を絡ませます。はい、この状態でお尻を横に振る、横に振る。で、この横に振るときにできるだけ膝を曲げないように、肩甲骨を広げたまま膝を伸ばして、お尻後ろ、お尻後ろ、お尻後ろ。肩甲骨ちゃんと広がってますか？手を前にぐーっと持っていくと肩甲骨が広がっていきます。しっかり肩甲骨を広げた状態で骨盤の動き、お尻を揺らす、ファイブ、フォー、スリー、揺らす、トゥー、ワン、スリー、トゥー、ワン、ゴー。はい、今度は手をクロスさせて肘を体側につけておきますね。体側につけたままお尻を揺らす、揺らす、揺らす。肘が体から離れないように、肘をしっかりと体につけたまま、お尻はできるだけ大きく動かします。お尻を横に振って、で、この時できるだけ膝が伸びているように、できるだけでいいですよ。ふう、ゆっくりした動きでもめちゃくちゃ汗出て効いてる感覚があると思います。ふう、ファイブ、フォー、スリー、ツー、ワン、スリー、ツー、ワン、ゴー。はい、今度背泳ぎですね。背泳ぎ、手を後ろに回していきます。この時に一緒にお尻も横に、動きはゆっくりでいいので背泳ぎしながらお尻を横に。はい、この動きかなり効きますね。大きく手を動かす、大きく骨盤も動かす。ゆっくりでいいので大きな大きな動きです。背泳ぎ、ファイブ、フォー、スリー、ツー、ワン、スリー、ツー、ワン、ゴー。はい、今度は手を前に出してもらって、肘を曲げずに肩甲骨だけグインと寄せていきます。で、また手前に持ってきてグインで、この時にお尻を横に、肩甲骨寄せて、お尻も横、肩甲骨しっかり後ろに寄せて、お尻も横。はい、しっかり、はい、しっかり肩甲骨寄せる。はい、しっかり寄せて、はい、肩甲骨寄せる。お尻を大きく横に動かして、5、4、3、2、1、3、2、1、ゴー。はい、今度クロール、クロールの姿勢からお尻横
お尻、横、これも大きく書いていく、書いていく、書いていく、書いて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 、ふう、ふう、ふう、クロールしながらお尻を横に大きく突き出して、突き出して、突き出して、突き出す。さあ突き出せ、さあ突き出せ、さああと10秒突き出せ、うん、大きく5 4 3 2 1 Done completed。 そしてエクストララウンド3、最後のエクストララウンドです。 1 Go。 早い動きで背泳ぎしながらお尻を突き出してスピードアップ版です。スピードスピードスピード上げたらどうなるのか。これで背骨、肩甲骨、お尻全部網羅できてます。これは究極の運動、究極の健康運動体操です。一見ふざけてるようにも見えますが、かなりお腹もくびれてお尻も形が良くなって、姿勢も良くなって、毎日元気に、そして減量効果も抜群です。はい、しっかり筋肉が付着している、多くの関節を動かしている。5 4 3 2 1 本当にタイムコンプリート。